リオです。東京中央銀行半沢直樹です。カネです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいはいはい。今日は剣道場に、はい、いや違う、剣道場ではない、剣道場っぽいです。剣道場高いですからね。私も剣道をたしなんでいるので、まあ、まあやってます、やってますので、はい、まだやってるのかな。森山につい聞いちゃいますね。さあ今回はですね、はいはい、僕らだけじゃないんですよ。おゲストに来ていただいております。それではお呼びしましょう。おオシエルスの野村さんです。どうぞ。なんとなく察しました。察しました。ええー。ちょっとね、もう楽しいな雰囲気なんで。呼ばれてびっくりですよ。いつもはコンビで呼ばれてる、はいはい、矢島が呼ばれたりはあるんですけど、はい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 、役座っていうのがないんで。オシールズさんっていうのが、はい、大学の教員をやってるコンビっていう、すごいですね。あの高校とかでも教員経験があったっていう、そうですね、教える仕事ばっかり、そうですよね、はい、先生同士のコンビで教えるそうなんですね、はい、で、今日野村さんに来ていただいたのはですねちょっと、丸沢さんと須野丸沢さんと半沢直樹がちょっとぐちゃぐちゃなんですちょっと目の奥が半沢になったり、口が丸沢さんになったり、すぐ突っ込むな今日何すればいいんでしょう、はい、野村さんが英語の先生、はい、あやってました、やってました、はい、留学の経験も、留学というか、はい、アメリカのカナダに行って、はい、勉強したことあります。英語のシャツ着てますね、ね、そうですね、いやいや、アディダスでしょ、普通。あいやいや、知ってるでしょ、あ、そうでしょ。野村さんに、はい、まあ、ちょっと半沢直樹をグローバルにしていただこうっていう、なるほど、はい、今日のタイトルコールお願いします、はい、半沢直樹英語にしてみたー、よーよろしくお願いします。なるほどね、はい、以前半沢直樹のセリフを、はい、広島弁にちょっと訳してもらって実際にセリフとして言ってもらうってことですよね、まあ、今回その英語版ということで、そうですね、まあそうですよね、もう英語が分かる人全世界に伝わるわけですから、これだけどね、先に言っておかないといけないことあるんですけど、何、はいはい、でしょう、あのね、こうセリフをいただいて、はいはい、英語に訳するのをちょっと試してみたんですけど、これ多分ね、あの翻訳ってこう無限の可能性があるんですよ、基本的に。あ、無限の可能性、例えば、やられたらやり返す倍返しだっていう言葉があるとして、はいはい、意味を日本語で改めて解釈すると、はい、あなたが私を攻撃したから、私はあなたを今度はまた攻撃します、うん、それを2倍やりますって日本語にして英語にするのね、はいはい、たときにこの日本語から日本語にする解釈っていうのはかなりの余地がある、はいはい、なるほど、あれですよね、 I love you を使う系ですねみたいに、究極のやつはそうですね、ことになるから、これが絶対正解みたいなことではないですよ、そうなんですよ、むしろこっちの役の方がいいよとかコメントをもらったりする、だから完全の正解じゃないっていうか、ハードル下げ下げで難しかったよ、いや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 、わかりますし、はい、あの今のなんか話いいなと思って、うん、わかりますよ、ね、なんか見てる人がいろいろコメントして、なんかそこで盛り上がるとか、ああ、そうなるとありがたいで、まあ、だから今回に関しては、まあ、野村さんが、いや、そうするとこうなるよっていう、僕なりの役で、翻訳家野村これ一括ハードル下げたのに上げる男やっていただきましょう、あなたが追い詰められる企画じゃないなんで俺が追い詰める用意してきたんですよ、わー、ちょっと楽しみました、はい、じゃあ早速やっていきましょう、よし、この借りは必ず返します、やられたらやり返す倍返しだ、それが私のモットーなんでね、はいはい、これですよね、やっぱね、まず半沢直樹といえばこれ横から見る半沢さん初めてなんですけど、ね、首の感じがいいですよね首の感じがいいですか、ありがとうございます、初めて言われましたでこれを、はい、野村さんに翻訳をして、はい、読みます、はい、はいはい、お願いします。 I can hear you. If you had heart, take down the paper, that's my book. なるほどね、やばいよあ、そうきましたか分かるなるほど、そっち
ちの方向性ですね。ちょっと長くなっちゃう。3分になりました。最後、もっともっとみたいな。違う違う違う。いやいや、これ、ザツマンもっと。ザツマンもっと。もっとはもっと。もっとっていうのは英語はあるない。あるある。あるだから主義です。あ、そっか、モットーはそもそも英語なんだ。多分だ。そうなんだ。そう、多分そうだと思う。あ、ちょっとびっくり。本当。要するに和製英語みたいなのを僕らは日本語だと思って使ってるの。多分そうよ、そうよ。あ、そうなんだ。一応後でチェックしておきますけど、そうそうそう、はいはい、すき焼きみたいなことじゃないですか。じゃないとこじゃない。交番みたいなことじゃないですか。もったいないみたいなことじゃないですか。いや違うよ、もったいないどんだけ。いや、あるよ。天ぷらとか寿司とか。あ、寿司。おお。そうではなくて、うん、向こうの言葉ってことそう、大事、大工とか、その大名とか。へぇー。モットーって。This is my motto。これだけど、オリジンは、その起源は分かんないけど、うん、そうですか、私は。コンプレックスなんですけど、実際、海外に住んだことはないんで、本当に僕は日本そうなん純ジャパニーズで純粋に英語を勉強、はいはい、意外とこれ珍しいタイプなんですけど。おお、いやそうですよね。けど僕の英語は多分うんこレベル。うんこは英語でやっぱシッチッと。シッと。あ、シッとなんだ。もしかプー。プー。プー。おお。プー。よしピー。今日はいろいろ知れますね。野村さんに来ていただいて本当に良かった。良かった。役に立ってたら嬉しいですけど。ちょっといろいろ聞きたいんですけど。はいはいはい。I'll get even。イーブン、これはね、ちょっと僕なりに訳しちゃった感じなんですけど、はい、イーブン、あのね、貸し借りがない状態をイーブンっていう。ああ、平等みたいな。イーブン、そうそうそう、そう。イーブンにしてやるっていうのをやり返すっていうふうにしちゃった。あ、短い方がいいなと思って。最初にね、うん、イーブンにしてやる、均等にして、だから、はいはい、ビルだから、まだイーブンじゃないっていう状態。イーブンに、この、こっからしてやる。この後してやる。二代系だ。うんうん、だから復習するっていう意味で、はいはいはい、で、イフ説以下はかなりは結構極悪になっちゃうんですけど、はいはいはい、もし、だからやられたらやり返すも、はいはいはい、もしあなたが私たちを傷つけたら、うん、ハートっていうのが傷つけるっていうのが欲しいです。そうそうそう、まああのなんか英語の勉強したすぎて完全に丸沢になっちゃいます。普通に丸沢さんだった。あ、そうなの。スーツ着た丸沢。あ、そうだったんだっていう。なるほど。もしあなたが私たちを傷つけたら、テイクドダブルペイバックが、うん、これはなんかわかります。2倍にして返す、うんうんうん、2倍にして返すよ。そのハードしたことを返すよ。ペイバック、はい、ペイバックかっこいいですね。でペイバックがね、一応ペイチが見かけない倍返しだっていうのを、うん、なんかね調べたら結構半沢直樹英語でペイバックがむちゃくちゃ出てくる。お、そうなんですか。なんかまだ一番しっくりくる役なのかもしれないですけど、確かに、はい、なんか響きもいいですよね。うん、で全然響いてないちょっとね、英語の高校の先生の時思い出してるの今。ああそうですかこんなに使うことないから。で、雑談もっと、はい、さっき言ってました、ね、それが私のモットーなんです。どうか英語っていうのはちょっと初めて知りました、はい、これをどうやって半沢ちゃんに言うか知らないけど、だからもうちゃんとその、はい、なんですか、発音しろとかして。ああ、そうか、そこまでもか。そうです、はい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 。I'll get even。 I'll get even、If you had us。 あの、ハート、アーがね、一応あるから、フルーツ、アーって喉だけを震わせる。フルーツ、フルーツ、アーベロを、ヘロをグルーってして、アー、アー、ハート。あの、半沢直樹のものまねをしないと多分できないよ。フルーツ、フルーツ、はい、で Take double step back。 ザはね、そんな読まなくてもない。あ、そう、 Take double pay back。 Take double step。うわー、難しい。テイクダブルペイバック。で、ダブルをダボって言うと、ダボ。ぽい、ぽい、ぽい。ダボ。テイクダブルペイバック。テイクダブルペイバック。そんなにザをはっきり言わない。テイクダブル、ダボルペイバック。中学校で通ってます。まだ東京中央銀行行っておりません。テイクダブルペイバック。ザって言っちゃう。あ、ザって言っちゃいますね。倍返しがこれじゃできない。英語はいらないですもんね、東京中央銀行。確かに。そうですね。日本人とだけ関わってればいいのに。ああ、確かに。ザ
ずっつない、もっと。あ、なんかそっちの方がいいよ。うん、いい、いい、うん、いいと思います。はい、じゃあ、行ってみましょう。はい、お願いします。 I get it if you had this take that as a payback that's my motto。 おー、いいじゃないですか。すごく緊張する。すごく緊張する。なんか、本沢直樹のバシバシ感が全然出せません。そう、だから俺それも思って、やっぱ本沢ってすごく和なんですよ。ザツマイモット。そうそうそう、そっちの方がいいかも。もう一回行きます。もう一回行きます。はい、 I get it if you had us take that as a payback ザツマイモット。はいはい、いろいろ考えちゃう。素晴らしい、素晴らしい。英語で半沢直樹がこんなに難しいと思わなかった。今はどうですか、小村さん的には。あれ、今のでちゃんと海外の人にも伝わります？多分分かると思う。ほんと、そのなんていうか、第二、そのネイティブの人はもしかしたら分かんないかもしれないけど、はいはいはい、第二外国の方が英語で使われてるんですね。あ、なるほど。だからメインじゃない言葉として学んでる人が多い。なるほど。ちょっと日本なまりの英語とか、はいはいはい、そういう人は絶対分かると思う。あ、ネイティブの人はすごい、逆に発音すごい良さすぎる人もいる。あ、なるほど、ね、だけど分かると思う。へえ、やった、海外進出。しかも和っぽさもやっぱあった方がいいと思う。あ、半沢直樹は和っぽいんですね。和っぽい、だからあれですよ、やっぱり歌舞伎だと思います。うんうんうん、連結ってよく言われてますけどね。第2シーズンは特にその歌舞伎の感じがふんだんに盛り込まれてる。見ました、やっぱりそこが良さ。あ、で、次のセリフ行ってみましょう。行ってみましょう。それ以上近づかないでいただきたい。あなたからは腐った肉の匂いがする。運でただれた肉の匂いです。あなたの大好物なんでしょう。っていうやつですね。これがまたね、腐った肉、腐った肉で、激しい運ですけども、はい、失礼します。はい、 Please do not come any closer. You smell like rotting flesh. It is smell of festering sour flesh. I know it's your favorite food, right?だから、いや、なんとなく最初のやつよりは、なんとなくね、まあ、文見ながらだからっていうのありますけど、なるほど、はい、はい、はい。Your favorite food, right? Right? 英語喋られる方の、はい、Right は、Right ってなんか軽い感じなんですよ。うん、けどやっぱり、はい、日本の劇的なものって、はいはい、Right の方が正しい。うん、最初がいいですね。丁寧に、うん、あえて言ってる感じですよね。あ、激しい感じ。Don't come any closer って言うから、Do not come any closer。絶対来んな。ドンとより強調して、ね。略さないんですね。略さない。できました。Do not。はい。Please do。Please もいいですね。うん、そうです。逆に丁寧に。あえて丁寧に。ちょっと嫌味っぽいんですね。プリーズって入る。まあ、普通に使ってるっていうよりか、ここでの感じで言うと、うん、人間しか近づかないでいただきたいっていう。丁寧にして逆に、はいはい、すごく強く言ってる。はいはいはい。はいはいはい。Come any closer。うん。これ以上、これ以上近づかない。はいはいはい。はい。で、まあ、これ以上近づかないでください。うん。で、You smell like、もう smell like だと、プニャララっぽいにおいがする。ロッティングフレッシュ。ロッティングフレッシュ。ロッティング腐っている。おお。ロッティングっていうのは腐ってる。腐っている、うん。フレッシュは新鮮。新鮮な肉。はいはい。あ、肉。新鮮な肉をがフレッシュ。フレッシュっていう言葉に入ってるんです。そう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 。あ、ミートとかがそういうことじゃないんですか。イチゴでも言うらしい。ロッティングフレッシュ。産業も難しいですよ、はいはい、It is the smell of festering sore。 フェスタリングって何ですか。これはね、俺もね、使ったことないんですけど、はいはい、ただれたとかだよね、言ってた。あ、そうです。それは直訳なんですけど、はい、運でただれた、フェスタリング、はいはい、で、傷んだ、で、sore。 sore にはで、フレッシュ。傷んだ、フレッシュ。フレッシュは、まあ、そうですね、はい、肉ですね。はぁ、あんた最後なんとか、うん、そうね。で、最後、それはあんたの好物なんでしょう、うん、っていうのを、はい、うん、I know it's your favorite food。 私はあなたが
そう、でもすごい好きだって知ってるよ。うまいって、だろっていう。あいいですね、その感じ。だろっていう感じ。だろ、うん、まあ、英語で、やっぱ訳そうしたら、あそこの言い回しは、やっぱり最後ライトをつける感じですね、確かにね。もともとは合ってますかっていう時に使うんで、うんうん、嫌味っぽくね、嫌味っぽく言ってみたらどうかなって、はいはいはい、わー、はい、これはいいですけど一つ思ったのは長いのがちょっと難しいぞこれね、俺限界俺もできるちょっと今ギブアップしそうになってます自分で自分の首絞めた、そうですね、Please do notCome any closer. でも歌舞伎町でいいと思います。You smell like rotten flesh. Is the smell of festering. Festering ってカタカナで書いてもらっていいですか？確かに。Festering. So a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 . この R. So a. だから、この R は。So a fresh.もう肝臓なんじゃできないです。ソラフレッシュ。喉だけ覚えます。I know it's your favorite food. 日本語の方に取り入れてもいい。あとあと。運でたどられた。そうそうそう。あるまい、あるまい、そうそうそう。いや、無理です。首がやっぱ無理なのかな、その首だと。この首に乗られると話せない。違うんですよ、ね、首がいいって言われてたら申し訳ない。 You are a favorite food. わかりました、行ってみましょう。はい、はい、Please do not come any closer. You smell like rotten flesh. It's the smell of festering sour flesh. I knowYour favorite food. おお、ギリギリですね。多分読むのに集中されてたと思う。そうですね。手が全く動いてない。慣れて入ってくればもう、ね、うん、いや、こんなに難しいとは。ただなんか気持ちいいですね。あ、本当？じゃあ今の言ってる感じもまあまあ伝わる。多分。うん、多分だけど俺日本人なら分かっちゃうから、うん、どんだけ分かんないかは分かんない。ああ、そっか。逆に。まあどうせ手を出しな。結局？結局そんな感じ？そういう感じです。いや、ぜひね、もし分かるか分からないかコメントもらえたら一応。あ、面白い感じです。めちゃくちゃ面白いし。はい、じゃあ2つ目でした。素晴らしい。じゃあ続いて3つ目。3つ目行きましょう。ご視聴ありがとうございまし ました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。